天山の眉テグスは天山の眉から取った天然の繊維である。萌え木色の独特の光沢を持ち、絹に比べて軽くて柔らかいのが特徴である。糸の中に空気が入っているために保温性が高い。また、染料を吸着しにくいために濃く染まらない性質を利用して家産紙と根色紙やと染めすることで濃淡をつけることも行われている。天産は日本、台湾、 朝鮮半島、中国に分布する、絹糸虫である。リンシモクヤ木山ユガ科に属するガの幼虫で、和名を山ユと呼ぶ。日本ではもともと全国の山野に、自然の状態で生息しているカイコで、古くは木の枝についているマユを集めてきて、糸に紡いだ。天産の餌となる、クヌギの枝に卵をつける、山付けという作業を経ることで、都合の良い場所でマユを得ることができる。 こうした人工飼育を最初に始めたのは、長野県安曇野市の有明地区であるとされている。天山は、家解雇に比べて市書に記録される機会が少なく、文政11年に刊行された山眉養蜂秘伝書などが存在するだけである。また、明治時代以降、皇居の紅葉山御用山所で、歴代皇后が天山を育てることが伝統になっている。 長野県安曇の市穂高有明では、天明年間から天山飼育が始められた。周辺は穂高連邦の山陸につながる高原で、松、杉と共に、くぬぎなら、柏などが群生していたので、多数の天山が生息していた。共和年間になると、飼育林を設けて、農家の副業として使用され、文星年間には穂高や金剛の松本、 大町等の商人によりユが近畿地方へと運ばれ、広島名産の山繭織の原料にもなった。開年間頃には糸栗の技術も習得し、150万粒のユが生産された。明治20年から明治30年が、天産の前世紀で、山梨県や北、関東などの県外へ出張して、天産飼育を行った。明治31年には、 有明村の過半数の農家が天山を飼育するに至る。面積3000ヘクタールからの出作分を含めて800万粒の繭が生産され、天山飼育の黄金時代であった。しかし、小竹噴火の荒廃による被害や、第二次世界大戦により出荷が途絶え、幻の糸になってしまった。昭和48年に復活の機運が高まり、天山飼育が再開された。 アズミノシテンセンターで飼育、飼育関連イベント、製品展示などが行われている。店産は家解雇のようにクワの木を育てる手間はないが、繊細な虫であり人工飼育するには細かな配慮がなされる。飼育場所として日当たりと水はけの良い乾燥気味の場所が適している。話が駅前にホルマリン液で飼育場所を消毒し、 病害中から天産を守る必要がある。天産の病気には、微粒子病、脳病、軟化病、硬化病などがあるが、特に皮膚に黒い反転の現れる微粒子病は、狂乱伝染する恐ろしい病気である。天産の飼育には、山海と桶海の二つの方法がある。山海は植栽した樹園を作って飼育するものであり、桶海は水を入れた容器に小枝を刺して飼育する。 方法である。色が良く、眉層の厚いものが良い眉である。一般的に以下の手順で行われる。甘根三県の生死は、家雇の眉に比べて、解除率が悪く、作業効率が悪い。中国では、酢酸とクスノキ蚕及びヒマ雇の産種を利用している。酢酸は、コナラクヌギカシワナラなどの葉を植して生育する。生育は春、夏の2期である。 糸質は、家蚕より、幾分洗いが、耐久力があり、医療、カーテン、パラシュートなどに利用される。三大産地は、両島半島、三島丘陵、河南省の副牛産地である。楠の木ノキ蚕は、江西省、関東省、江西省及び台湾に産する。楠スカエデで使用され、楠の木産地は強くて、耐久性があるため、釣り糸用として利用される。 この釣り糸は魚には見えにくく、一般には上物と言われている。ヒマカイコの主要生産地は、山東省、河北省、河南省、安徽省、関東省、江生省であり、ヒマとタピオカの葉を利用しての生産が進んでいる。テグスは漢字で、テグスと書き、もともとはテグス産の幼虫の検視線から取られる糸のことであった。後に釣り糸、さらには、 ナイロンなどの合成繊維でできた糸のことを一般に、テグスというようになった。皇后様、山付けご作業。産経新聞長官。<ッ><ッ> com h t t p w w w s e n k e i c o m l i f e n e w s 1 7 0 5 0 8 l i f 一七零五零八零一八 n 一と h t m l 解雇予的点、中国化広島博、2020年11月13日閲覧、大原賢治、手ぐすになったが、徳島県立博物館、2020年11月13日閲覧、ありがとうございます。